え公正取引委員会は今日プラットフォーマーと呼ばれる巨大 IT 企業と取引先の個別業者の商取引について調査報告書を発表しましたネット通販大手との契約更新の際に契約条件の一方的な変更を受けたと回答した事業者は楽天市場との契約では93%に上りアマゾンでは73% ヤフーショッピングでも50%に上りましたまたアプリの販売についてはアップルでは81% Google では74%の業者が契約条件を一方的に変更されたと回答しました公正取引委員会はプラットフォーマー側の意見も聞きながら規模を背景に取引先に不利益を与えていないかなどを引き続き調査していく方針です